皆様こんにちは、アンバサダー J です。スーパーファミスタ4ですね。ファイター戦続きやっていきましょうか。12社、すみません、前回と前々回か、マイクのスイッチがね、入ってなくてね、しかもなんか2回連続でそんなミスしてるって全く気づかなくてね、今回も入ってるのがちょっととりあえず今回は入ってると思うんですけど、そんな高価なマイクも使ってないんでね、入ってるか入ってないかの認識がちょっとできなくてすいませんでした。で前回ブルーウェーブね、またね、守備も下手くそでねまあでもこういうことがない限りね、本当全勝して勝っちゃったらまたそれもつまんないんでね。だから今回もブルーウェーブか、誰、石崎浩のクロス、だからあれか、そうですね、だから西崎でいいのか、白井、いやちょっと変えらんねえかこれは、星だもんね、内野、白井ちょっと変えらんねえしな。さあやりましょうか。あ、星野ね、前回イチローもそうなんだけど、ふくらね、ふくらに本当ね、俊足にやられたっていう、これね、おい、何気にちょっと、ああ、まただよ、ふくら。足速いんだよ、これ。打たれたよ。いや、いきなりですか。よしよし。さすが強いな、ブルーウェーブ。抜けた、サードは無理です。まあとりあえず1点ですよね。セーフになるでしょう。オッケー。これアウトか。いや、欲張ったな、ちょっと。
あ、危ない。よしよし。だけど、まあ、ヒットが、おお、抜けた抜けた。取らないよね、うん、オッケー。ほんとあれ取るか取らないか分かんないからな。畳んじまえ、畳んじまえ。いや取るか、取るよね。あれボール、それボールっすか。オッケー。もう一浪押さえてもね、これ福田が打つんだよな、これまた、ね、振らないよね。よし、オッケー。いや抜けないよね。よしよし、あ、藤井も結構打つからな。よしよし、いや、これちょっと、あ、もう取れるな。
うん、抜けたでしょ。なっちゃうんだよね、これ引いてもね。なんか同じような光景なんか見てんだこれ。これいくでしょ。うん、ここも抜けない。よしよし。よしよしよし。いやーこれはポテンだな。おーちょちょちょ、おーちょ待った、サード、あーこれ投げてできねえか。いや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 、もう全然違うとこいたな今。よしよし。それは無理だな。あーこの先っぽだね。逆転だがや。あーまたふくらだよもういやこれサードまで行くんじゃない。サードアウト、オッケー。おー出た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 、パス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 サードとショートのパス。ちょっと待って、ポテンだよこれ。セカンド行けたかな今。
これもだよ。いや、ついてねえな、おい。よし。いや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 。だろうな。あ、そういえば今日あれですね、あのエラーが出てないですね。おって嘘だな、もうなんかエラー出てないですねって言ったらポロッとかってやって、そんなタイミングある？あーゲッツーだこれ。あ、大丈夫だ。タイム。おお、調子悪いピッチャーだしな。アウトだな。うん。うわ、ラッキーセブンでイチローとフクラかよ。今のは難しいよ、あの飛球は。オッケー。あ、これ抜けるんじゃないか。あ、でも取っちゃうか。いやー、さすがだな。うん、ヒットだね、うん、さーて、ちょっと2点差じゃ危ねえ、危ねえ気がするんだよな、あなた。お、これも抜けたんじゃない？あ、抜けたよ。危ねえ危ねえ。いやー、これとどうよ、取るよね。野村もあれ巨人になんか来たことありますよね。結局トレードか FA か分かんないけど、あ、ツアーとかなんか投げてたような気がしないでもな。セカンド投げてよ。
ギリギリで取ったはいいけど、ファーストの位置だった。あ、ちょっと、はい、うん、これスライクなんだよね、やっぱな。あ、取るか。もうさすがだね。よし、オッケー。これは取れるでしょ。あれ前回か前々回かなんかこんなフライ落としてたからな。いやこれは取ってよ。いやまた見えねえよ。相変わらずあの、なんていうの、ベースを表すあの絵に重なるんだよな、白い球だから。いや、今日は快勝でしょう。本日の格言、ランナーは走っている時よりもベンチに戻る時の方が早い。早いね。あとあの守備のあれも早いね。出したら投げるより早いんじゃないかって言ってた。いやまあ今日は打線でしょう。まあ西崎も結構なんだかんだで抑えましたけどね。まあ、広瀬あんまり調子良くないんだけど、今日5の2か、打点1いいですね。シュートがこの辺がねやっぱ打ちますよね。やっぱりオリックスはやっぱりふっくらだよな。これここちょっと本当に脅威なんだよね。これ足も速いし、イチローも脅威だけどふくらも脅威だな。ここ強いな。やっぱりちょっと気抜いてると負けますね。これまあとりあえず今回はこの辺りにしたいと思います。それでは皆様次回の動画でまたお会いしましょう。